はようございます。小筆良一先生との対談の前に読んでいたのは、今年出版された80歳からの最高に幸せな生き方という本です。この本は週刊朝日に2019年6月から2021年4月まで連載されていた小筆良一のナイスエイジングのすすめから抜粋し遂行して収録されたものです。この本の終わりに、希望は心中にあり、生命は却下にありという言葉が出ています。覚輪新機構という機構があって、その指導者宇大元さんという方から小筆先生が教わったというのであります。希望は心中にありについては、覚輪新機構で説かれているという三心の樹立を言うそうです。そしてその三心こそが希望の源泉であると小筆先生は書かれています。三心については本書から引用します。三心とは、この機構で必ず自分の病気が良くなるという信心、信じる心、その信念のもとに必ずやり遂げるぞという決心、その信心と決心を持続させて、いつでも変わらぬ心で機構に励むという更新、常の心です、というのであります。そこでこの三心こそが希望の源泉であり、小筆先生は心のあるところには希望が生まれると説かれているのです。生命は却下にありについては次のように書かれています。本書の終わりにから引用します。生命は却下にありとは、却下証拠という言葉と同様に、足元をしっかり見ようということだと思います。がん患者さんは周りのいろんな情報に惑わされます。しかし本当の答えは自分の足元にあるのです。それとともに、覚輪新機構は歩く機構ですから、足こそが大事だと説いているのでしょう、というのです。白隠禅師も足心といって足の裏を大切に説かれています。白隠禅師の野戦観那には、仏のお言葉に心を足の裏、土踏まずに収めると、百一の病を治すことができると書かれています。また、もし心炎以下心火を取り沈め、これを丹田下腹部と足の裏、土踏まずの間に置くならば、胸の中が自然に涼やかに、あれこれ思い煩うことは少しもなく、一滴の色漏、浄波もなく、心の波が立つことは全くなくなる。観音経に言う、心観症状観とはこのことである、とも説かれています。前後には観客家というのがあります。五祖法円禅師とその弟子円護国厳禅師にまつわる話であります。あるよ五祖法円禅師が三人の弟子と帰る途中、手にしていた灯火が消えてしまいました。法円禅師は弟子たちに一点を下せと命じます。このような時にどうするか一句言えということです。暗夜の道はお互いの人生を指しているとも言えましょう。頼りとしていた明かりが消えたらどうするかというのです。まず一番に、後に仏観禅師と称せられるエゴンは、西方単照に舞うと答えました。西方とは五色の美しい鳳凰のことです。単照は赤く染まった空であります。美しい大鳥が彩雲漂う天に舞う様子を言います。めでたい言葉として今では刑事などにも用いられています。2番目には、後に仏厳禅師と称せられる聖音は、鉄だ頃に横たうと答えました。鉄の蛇が誰も通らないような古い道に横たわっているという意味です。
鉄は黒いという意味がありますので、真っ暗な蛇が人も通らぬ道に潜んでいるというのですが、何が潜んでいるかわからないことを言います。そして最後には、後に法円の仏法を受け継いで碧岩録を編纂する仏家禅師こと円護国厳禅師が一言、却下を見よと答えたのでした。それに対して法円は、我が衆を滅するは国厳のみと言われました。言葉通り受け止めると、自分の教えを滅するのは国厳だけだということになりますが、これは禅家独特の表現であって、自分の教えを真に継承していくのは国厳だけだと、国厳を大いにうべなった言葉なのであります。松原泰道先生の禅語百選には、観却下について次のように解説されています。観却下、足元をよく見よという平凡な言葉です。灯火が消えたら足元によく注意をするのが何より大切です。暗夜航路も禅も却下、自己の行視から一歩を踏み出します。日常の豊かな生活もそこから始まりますというのです。松原先生は、禅寺の玄関によく観却下とか証拠却下と記した掲示を見ます。それはこれらの語を実生活に展開して、履物を揃えて脱げということです。仏道は足元にあることを悟らせるのですと示されて、そこからさらに、人生航路でも大切なのは心の規定です。たとえ手に持つ明かりは消えても、心の光は消える時はないのです。自己の心に灯火を持つことです。江戸後期の儒学者佐藤一斉は、一刀を捧げて暗夜に行く、暗夜売れ売ることなかれ、ただ一刀を頼め、原始万禄と言っています。禅は自己の中に灯火を持つとの教えです。醜悪な自分の心のどん底にも、心の天下、心の目覚めを呼びかけるのです。儚い人間の命の中に永遠の命を発見せよと教えるのです、と高い意味に解釈されています。松原先生の解説を拝読すると、なるほど、心に希望を持つということと却下を見るということは一つになっているのであります。最後に松原先生は、鈴木大拙博士は釈尊の最後の説法は何かと問われて、依頼心を捨てよということだと言い切られたのも、自己の中に光を見よということでありましょうと結んでおられます。希望は心中にあり、生命は却下にあり、心に刻みたい言葉です。それでは姿勢と呼吸等を整えて参りましょう。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめます。この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をギューッと持ち上げ持ち上げていって、で吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をギューッと持ち上げ持ち上げっていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、
と吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ああありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。